今すぐ食べたい楽うまご飯です、はい、教えてくださるのはフードコーディネーターの小橋博美先生です。はい、こんにちは。よろしくお願いします。小橋先生といいますと、はい、初のレシピ本小橋、はい、日和、いよいよ来週発売ということで、はい、続いてきましたね。いよいよですね。ということで今日はですね、教えていただくレシピはこの小橋日和の中にも掲載されています、こちらです。はい、重ねて煮るだけ魔法のチャプチェ。はい、そうなんです。今日はですね、もうこの耐熱ボール一つでできるですね、重ねて煮るだけのとても簡単魔法のチャプチェをご紹介します。はい、調味料を吸いながらレンジで加熱できるので、旨味を吸ってもご飯がねもりもり進む一品になります。春雨は戻す手間なく乾燥のままで使っていただけますので、もうとっても、ね、簡単ですよ。あの2年ほど前にまだあの簡単レンチンレシピのコーナーの頃に教えていただいたメニューなんですよ。はい、ですね、ということは皆さんに人気があったから本の中にも入ってと、ね、いうことですね。はい、本当におすすめなレシピです。なるほど。それでは材料から紹介していきましょう。材料は4人分です。まず合いびき肉 150g、 乾燥春雨ショートタイプのもの 80g、 人参 60g、 ニラ1束、生しいたけ1パック6枚、そして調味料が水 200cc、 薄口醤油大さじ2、酒大さじ1、鶏ガラスープの素、豆板醤それぞれ小さじ1/2、そしてごま油小さじ2、白ごま大さじ2です。はい、では作っていきます。お願いします。まず材料を切っていきますね。人参は 3,4 センチ長さの千切りに、そしてニラも 3,4 センチ長さに切って水気を切っておいてください。椎茸は5ミリ幅の細切りにします。今日はですね、あの春雨ショートタイプの短いものを使っているんですが、はい、長い春雨を使われる場合は10センチ程度にですね、キッチンバサミなどで切っておいてください。はい、春雨ってショートタイプがあるんですね。はい、うん、短いタイプだと長いのしかイメージがなかったんですけど、あるんですね。切らなくていいので、これもね、そういう人手間減りますもんね。そうですね。ショートタイプのもの見つけてみてください。はい、そしてですね、今日はこのもう耐熱ボウルだけで調理していきますね。こちらにまず調味料を合わせていきたいと思います。はい、お水が 200cc ですね。そして、薄口醤油と、お酒ですね、こちらに加えます。そして、鶏ガラスープの素と豆板醤がそれぞれ、小さじ1/2入ります。でここでちょっと調味料をですね、軽く混ぜていただきます。そしてこの調味料の中にひき肉をですね、加えていきます。生のままここに、はい、生のまま加えていきます。あのタンパク質にしっかりあの味をつけてから加熱をすると美味しく仕上がるので、こちらで下味をつけていきますね。この美味しいスープとまたこの肉汁を一緒に全部春雨が吸ってくれるんですね。旨味がねすごいんですよね。全部こう一箇所にまとめられるのもいいですね。そうなんです。はい、そしてですね、なんと、うん、この乾燥したままの春雨 を、はい、ショートタイプないし長いのを切ったやつを戻さなくていいんですね。もう乾燥のまま、はい、もう乾燥のままでいいんです。あ、そうか、春雨って普段、はい、そう戻してからですよね。戻したりしますよ ね、もうこのままちょっとですね、調味料にこう吸わせてあげる感じがいいと思います。うん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 、確かにひき肉の層と重なってきましたね。はい、うん、そうですよね。そしていきますね。もうあとは材料を重ねていくだけです。さらにこの上に、はい、椎茸を重ねて、キノコ類は、ね、秋の味覚ですもんね。そうですね、香りもいいしね。はい、そして人参ですね。材料を加えたらその都度ですね、あのこう材料を広げてあげると熱が通りやすいと思います。はい、そして最後にニラですね。ニラもたっぷり1束加えます。
そしてまた均等にですね広げていただいたら、はい、もうこれでレンジでお任せなんですよ。もうこれだけですか？はい、もうこれだけです。切って重ねただけですよね、はい、本当に重ねただけ。本当あとはレンジが全部やってくれる、はい、してくれます。なんということでしょう。ふんわりといつものようにラップかけていただいてですね、はい、600ワットのレンジで7分30秒加熱をしてあげてください、そして加熱をしたものがこちらにございまして、はい、7分30秒後にこうなるわけですね。しっかり全体を混ぜたものになります。水分が本当に全部水分がないの分かりますか？本当だ、さっきあんなに、ね、あったのに調味料の部分が、はい、そうなんですよ。春雨がね全部うまみ吸ってくれたんです、で最後の仕上げに白ごまと、ごま油ですね加えていただいて香り付けしていただいたらもう出来上がりです。魔法をかけたように早い、はいはい、お好みでラー油とかね加えていただいても美味しいと思います。